皆さん、モーターショー楽しんでますか？どこのブースが一番楽しかったですか？やっぱダイハツですよね。ということで皆さん、こんにちは。私は春菜です。よろしくね。この車はお母さんが毎日お買い物で使ってるんだけど、可愛くて私もすっごくお気に入りなんだ。みんなにも紹介してあげるね。この車の名前はひなたって言うんだけど、美食のカラーリングでとっても可愛いの。それにね、ここ触るとプニプニしてるの。ついつい触りたくなっちゃう。柔らかく保ってくれるから安心だし、デザインもいい感じじゃない？外見だけでもいいんだよ。中も見てみて。この車のドアなんだけど、なんと観音開きなの。だから開くと、ほら、こんなに広いんだよね。すごいでしょ。インパネやハーブルはウッド仕上げでおしゃれだし、カーペットとソファーみたいな可愛いシートで、まるでリビングにいるみたいでしょ。こんな快適な空間でいろんなところに行けるなんて最高じゃない？私はいつも日高へドライブ行くときはカフェに寄って美味しいスイーツを買いに行くんだ。ちなみにいつもタルトを買うで、景色のいいところで車を止めて待ち合わせするんだけど、これがまた気持ちいいんだよね。そうだ、もう一つ見てほしいものがあるんだった。このヘッドライト見て。そのままでもおしゃれなんだけど、ライトをつけるとほら、いいでしょ。さらにさらにウィンカーをつけるとほら、かわいいの。これが私の一番のお気に入り。ねえ、どう？みんなも欲しいでしょ。お母さん、ウィンカーのしたいね。今日は今からプレーの練習に行くの。この前お母さんがプレゼントしてくれたんだ。実はもうすぐお母さんの誕生日だから、送り火が上手になったところを見せてあげたいって思って。だから今はお母さんに内緒で練習中なんだ。練習に持ってこいの景色もいい。そげちゃってそこで弾いてるととっても気持ちがいいんだよね。パタパタしてると時間なくなっちゃうから。母と私の新しい満足、ひなた。
Come on.